アーロン・ピコは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、レスリング選手、元アマチュアボクサー。カリフォルニア州、ウィッティア出身。ジャクソン・ウィンク MMA 所属。ベラトル世界フェザー級ランキング6位。4歳からレスリングを始める。フォークスタイル、フリースタイル、グレコローマンスタイルの経験があり、カデットとジュニアで3つのスタイルすべてで、国内王者になっている。 2008年、全米パンクラチオン選手権で優勝。2010年、欧州パンクラチオン選手権で優勝。10歳からボクシングを始めた。2008年、全米パル選手権で優勝。2009年、全米ジュニアゴールデングローブで優勝。また、同大会の最優秀選手賞も受賞した。2011年、USL ワット全米カデット選手権のフリースタイルと、 グレコローマンの2部門で優勝。2012年、USL ワット全米カデット選手権のフリースタイルと、グレコローマンとフォークスタイルの3部門で優勝。2013年、世界カデット選手権の決勝で、日本の藤波勇を破って優勝。金メダル獲得。2013年、全米ジュニア選手権のフリースタイルで優勝。2013年、 u s US ロワット全米ジュニア選手権のフリースタイルとホークスタイルの2部門で優勝。2014年、全米ジュニア選手権のフリースタイルで優勝。2014年、世界ジュニア選手権のフリースタイルに出場し、決勝戦で後に2016年のリオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得するハサンヤズダニに敗れて銀メダル獲得。2014年11月、 前年の世界選手権で金メダルを獲得したダウィッド・サファリアンと対戦し勝利。2015年、全米ジュニア選手権のフリースタイルで優勝。なお、この年と前年2014年の決勝では、後に2017年と2018年に2年連続で大学レスリング最優秀選手賞のダニー・ホジ賞を受賞するザインレザー・フォードに勝利している。2015年、 世界ジュニア選手権のフリースタイルで銅メダル獲得。2016年19歳にしてオリンピック国内予選に出場。10代の選手がオリンピック国内予選に出場したのはフリースタイルレスリングアメリカ代表チーム40年の歴史で史上初めてのことであった。NCWA ディビジョン1王者や全米フリースタイル王者を破って決勝に 進出するも、決勝で、フランク・モリナロに敗れた。ベラトル2014年4月、ナイキと複数年のシューズ契約を結ぶ。2014年11月、ベラトル MMA と、親会社のバイアコムと契約。2017年6月24日、プロデビュー戦となったベラトル NIC でザック、フリーマンと対戦し、右アッパーでダウンすると、開始24秒で、 ギロチンチョークによる一本負けを喫した。ありがとうございます。